いや、あとね、志望動機考えないとダメなんですけど朝時間がなかったので、はい、オフィスでやらせてもらおうと思います。この後は原宿に撮影に行くんですよ、うん、だからちょっとあのピンクとか使いたいの。その後面接あるんですよ、うん、ピンクか、うん、面接用いや、ピンクでいいと思うよ。面接ですか、うん、適当に持っていきます、はい、恥ずかしいですね、トランスロー人生を変えた本に映画のようなものがあれば教えてください。です。今何をしますか？今はこれ一旦全部テロップ入れとか編集が終わった動画を一から全部確認して細かく修正していったり、うん、あとはあのダイジェストの作成をします。あっしゃいますね。ねえねえねえ、あのお味噌汁あの全然お湯になってなかった全然水でした。カーブの、はい、戻ってみたらここが抜けてたんですよ。やばいやばい、音声音声も音声はあって動画がないんだ。ここの動画だけが消えてたんですよ。これじゃあマンセットで戻してみるの、いつ消えたのか。一旦そうします。やばー。次エリちゃん何やるんですか？あとちょっと時間があるので、うん、質問の回答を作って。あー、この後の撮影の面接のね。はい、愚直に努力し続けられる力ですって言ったら変ですか？どう？いや、愚直に努力し続けることですね。いや、あとね、志望動機考えないとダメなんですけど IT の志望動機って難しくないですか？あれめっちゃいるわいますか？りちゃん、はい、次は今から原宿に撮影に行ってきます。何を撮影するんですか？食べ歩きしながらキーさんに生活の相談をしていくっていう企画です。キーさんじゃあ相談しましょうじゃあ頑張ってね。頑張ってきます。行ってきます。めちゃくちゃない？おいしいです。キンさん何十社もサマー行ってたじゃないですか、インスタとか、うん、まあ、今までもいっぱい行ったと思うんですけど、なんかその中でなんかいいなって思う企業とかありました？私はずっと言ってるんだけど、うん、海運がめっちゃ好きなの私、あの南さんの動画、面接動画何本も編集したことあって、まあ、これも私が編集したやつなんですけど、正直めちゃめちゃ怖いってぶっちゃけ嫌ですね、面接受けるのもうちょっと動画を見て学んで頑張ろうと思います。頑張ってください。ありがとうございます。関西大学3年社会学部の西尾里奈です。大学ではありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、はい、南さんの態度ぶっちゃけどっち丸×ぶっちゃけダレ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 ダメだよね、今年もそう思う。腹ひれ掘れ。いやいやいや、就活の質問なら何でも OK ということなので、はい、何でも質問してください、はい、今日もたくさん動画を撮りましたので、ビデオをお楽しみに。楽しみに、ぜひ見てください。今日は、この後は今からは一個自分がディレクションしてる動画があるので、それのサムネの壁打ちをするのと、今日撮影に行ったものの素材整理をします。で、あとは修正と編集が3本あるので、それは今日中じゃマストじゃないんで、まあ、できるところまでやって寝ようかなと思ってます。もうまだまだ寝れないじゃん。夜ご飯だ。夜ご飯食べてなかった。まだ、はい、まだまず食べる。夜ご飯食べます。分かった。じゃあ夜ご飯食べて、もうちょっとお仕事して帰って寝るっていう感じですね、はい、そうです。コンビニに行って今日の夜ご飯をゲットしてきました。で、今はこれを食べながらサムネ、自分がディレクションを担当している動画のサムネ文言とかサムネ案を壁打ちしていただこうと思います。
今日中にやらないといけない編集があと1本あるんですけど、もう今日はちょっと時間が遅いので、あとはお家に帰ってやろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。バイバーイ。